つまり 0.022% ってことは4545枚配ってやっと1人来るっていう。どう？これ感覚合ってる？合ってるじゃないですかね。その中でもそのいわゆる金プラ系とかブランド系っていうところで割と安くやれてるなっていうところでチラシ系の買い取りで2500円ぐらいが一番安いなっていう、だからさっきの言った10分の1ぐらい、そうです、めちゃめちゃすごいねっていうところは実際に僕も数字見せてもらってありますと。で総合系とかそういう商材であれば全然 0.2% ある数字なんですけど、ブランド系とかで 0.2% 出すって結構やっぱ難しいなと思うんですけど、うん、そこもどういうふうにやってるのかっていうところは一つお話できるポイントとしてあるかなと思いますね。じらすね、どういうふうにやってるの売り時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。詳しくは概要欄から、まずチラシとしては、いくつかあると思うんですけど、一番やっちゃいけないのは何でも買い取ります。これもう一番最悪で、一番やっちゃいけないと、表をパッと見た瞬間にいろんな商材が載ってる、もうこれ最悪ですね。あ、これダメなの？さっきの話だとさ、なんかその身近な商品になればなるほどさ反応率が上がるみたいな話もあったけど、何でも買い取るって感じになると今度また悪くなっちゃうんだ。悪くなります。なんで基本的には、会社さんによると思うんですけど、表は1商材できたら裏も1個か2個ぐらいにする。さっきの反応率がいい会社さんに関しては表は1商材、裏は結構何でも買い取りますの訴求になってるっていう感じですね。なんで基本的には金とか切手とかテレカーとか、商材もちろん買えれば何でもいいと思うんですけど、和歌山でやった会社さんとかもお酒全振りみたいな、何が一番欲しいのかをはっきりさせるっていうことをしないと、結局チラシが入ってるのって必ず数社入ってるわけなんで、その1社だけじゃないっていうことを考えた時に、何でも載せてるチラシではやっぱり反応しないよねっていうのは間違いなく言えることかなと。あ、なるほどな。でもう一つのポイントは人の顔を載せるっていうで、店長が一応いいと思うんですけど、その店舗ないしはエリアの、その拠点のお店の店長さんスタッフさんを前面に出すっていうのは、誰が買い取りしてくれるのかっていうのをこう見える顔して安心感を出す、ないしはそれを見て過去来てくれたお客さんも思い出してくれるっていうのもあるかもしれないし、人が見える安心感っていうのは、他社と差別化する上でも非常に重要なのかなというふうに思います。そうですね、査定士さんとかさ買い取り店の方ってなんか知んないけど自分の顔を出すので嫌がったりする人いらっしゃるじゃない、だけど出した方が圧倒的にね買い取り率は上がってくるよね。そうですね、個人的にちょっとどうなんだろうなと思ってるのは、各 FC さんにそれぞれキャラクターというかイメージキャラクターがいると思うんですけど、それが基本的にチラシに出てると思うんですけど、それと実際に人を出した時にどっちの方が数字がいいのかっていう、個人的にはリアルな人の昨今いいんじゃないかなと思うんですけど、どっちがいいんだろうなと個人的には気になってるポイント、とにかく店長出すっていうのは間違いなく鉄板かなと思いますね。そのあたりやっぱ南部屋さんとかうまかったな、早めにホームページも出せたしね。そうですね、そうですね、例えば飲食店とかもそうだけど、やっぱシェフとか店長の顔出すようになってたんでね、グルナビとかもそういう風にしてたし、そうですね、僕は来店率上がるんですよ。結局ウェブでやってて成果が出てることはリアルでやっても僕は一緒だなと思うんで、そっちの方がある意味 PDCA も早いから、そっちでうまくいってるパターンをチラシに落とすっていうのは基本的な考え方としては大事かなと思うんですね。前にもうちょっとセミナーやって話したことがあるんだけど、うちって査定士さんの写真出てるじゃないですか、正直まだちょっといろいろ対応間に合ってなくて査定士さんの顔が出てないところもあるんですよ。まさにおっしゃった通りそのキャラクターになってるとか、そういう感じの写真になってる時に、もちろん買い取り金額とかその口コミレビューとかでも多少は変わるんだけど、じゃあ同程度の買い取り価格で同程度のレビューだった時に成約率どっちの方が上がるんですかって言ったら、それはもう全然違うわけですよね。やっぱり顔出しててコミュニケーションが早いってなっただけで、もうそれだけでこの人に選ぼうって思う方が非常に多いなっていう、なんか私が聞いた話だと、人を出すっていうところで言うと、今のって査定士さん側を出すって話じゃない、ユーザーさんが売る時のイメージを入れるチラシ、そのお客さん側のイメージの写真を入れる時は、来てほしいお客さんのペルソナに近い人を入れておくとその人たちが来るっていうのを、やっぱりその若者に来てほしいですみたいなね、例えばいくらやのギャル社長のところはさ、もう若い人に来てほしいみたいな感じで言ってるわけじゃん。ブランドを売るのに若者に来てほしいっていうんだったら、当然チラシはその若者を人物として出していかなくちゃいけないし、逆に言うと小屋市屋さんみたいにね、何歳以上の人しか売りに来ちゃダメですよって制限設けるところは、やっぱりそういった年齢層の方をイメージしたチラシにしなくちゃいけないと。あとはこの間ね一緒にセミナーをさせてもらったけど、その商品をこう入れるときに、この商品いくらで買い取りますみたいなので買い取り実績とか皆さん載っけるじゃないですか、うちはもうさ LP でガンガンその辺の数字変えて数値検証毎日のようにしてるから、もうすぐ反応分かったんだけど、例えばじゃあ時計を買い取りたいんですよって強化したときに、時計の高く買い取った商品をずらっと並べたことがあって、あの時の離脱率、いわゆるその CPA の悪化は尋常じゃなくて、高
い時計がこんなに高くすぐ買い取ってくれるサイトなんだぞ、すごくねみたいな、みんな便利でしょって感じで乗っけたんだけど、めちゃめちゃ悪くなっちゃって、悪いんだ、悪くなった。なんでかっていうと、やっぱり時計って、それは高いのもあるんだけど、それって本当にね、一部なわけですよ。全体の、うちでもね、やっぱ 5% 切るわけですよね。やっぱそれぐらいの安くなってると。数パーぐらいなんですよ。ってなってきたときに、全体のボリューム感で、まあ中央値ってどのぐらいの金額の買い時計なんだっけっていうと、まあざっくり60万前後なんだよね。ロレックスとかでも。まあまあもちろん相場による、相場によるんでちょっと時期によると、その時はそのぐらいだったのね。ってことは、そのぐらいの時計を売ろうと思ってる人たちが最も来てるわけだから、やっぱり5、60万、70万ぐらいの時計をずらっと並べる方が、あ、自分の時計大体これぐらいで買い取ってくれるんだって自分ごと貸してくれるから、そっちの方が反応率がめちゃめちゃ良かったんだよね。なるほど、なるほど。だからなんか欲しい商品をずらっと並べるっていうのもいいんだけど、欲しい商品の中でも、お客さんがこの辺たくさん持ってそうだよねっていう商品の実績を並べることが、まあ、最も反応がウェブ上では高かった。多分チラシでも同じ反応になるんじゃないかなと私は思っています。そうだな、過去一番僕見てきた中で、直近でまあ3年ぐらいですかね、のスパンで一番反応高かったのは、ある買取店さんが新聞折り込みで出したやつで、それ結局芸人さんだったんですけど、ターゲットされてると50歳ぐらいの男性のちょっとおじさんがこうやってやって、うん、こんなに高く売れるのみたいな、要はもうお客さんが見た瞬間の感想をもう吹き出しで出したロレックスの買取チラシがあって、それ1枚で数千万買い取ってるんですよね。それはいくらだと思う？金額その下に出てるんですけど、それよりもどっちかっていうとその人のインパクト、要は物訴求はもちろんあるんだけど、あ、ロレックス今こんな高いんだみたいなのを、高いですよっていう風に書くことってあるじゃないですか、っていうんじゃなくて、お客さん側に寄ったみたいなパターンで出した。これはね、めちゃくちゃ大当たりしたのを見て、まあそれ結構うまくいったんで、各地方だったんですけど、お客さんがもう実際に持ってる、そのイメージがしやすくものを出すっていうもの的な視点と、お客さんがその感情をまあ表現してあげるっていうような、表現の仕方っていうのは必要だし、かなというふうに思いますね。あ、それは面白いな。なんか、高いかどうかっていう、なんか事実よりも、それを見てどう思ったのかっていうお客さんの感情を前面に出す。いや、もう本当に偏見かもしれないけど、バッグとか女性になんか響きそうだなって印象勝手にあったんだけど、時計とかさ、携帯とか、ああいう機能商材で男性が持ってるのって、なんかもう、数字に素直っていうかさ、そうですね、そうですね。接客接遇よりもさ、もう、ザ、数字、出たみたいなさ、そっちの方が響く印象あったんだけど、関係ないんだ、それ。ちなみにさ、普通に路面店の話なのか、商業施設に入ってるのかで、チラシ戦略って変わってきたりしそうじゃない？チラシ戦略が変わってくるっていうか、今のその買取店全体の流れとして、まあね、いろんなフランチャイズも含めてめちゃめちゃ増えてるわけじゃないですか。場所取り合戦になってて、ある程度こう、勝ち負けみたいなのが結構出てきてるなって、すごい最近相談たくさんいただく中であって、やっぱり路面店は本当にきつい。駅前はもうかなりきついなっていう印象ですと。で、一方で、勝ってるところとか、数字安定してるところどこっていうと、モール内。ここが結構本当キーワードで、モールって言っても超大型モールではなくて、アピタとか、イオンタウンとか、小規模のスーパープラスなんか専門店がいくつか入ってますみたいな、ああいうところとかの面を押さえてるところはやっぱり強いの。要はつまり日常でユーザーさんが行くところの延長線上にあるところっていうのは割と安定して、もちろん協業禁止で入れないっていうのもありますし、競合もいない中で地域に馴染んでやれているのかな。チラシ打った時の効果も、例えばドンキとホーテのあのそこに入ってるお店ねとか、イオンタウンのあそこに入ってるお店ねみたいな形で、ユーザーのその早期であったり行動への軽さみたいなものもあるっていうところで、チラシの数字としてもいい傾向が強いなと僕も見てて思いますね。もちろんさっきのそのね、チラシの大原則みたいなところを押さえた上で、まあ、どこが出してるのかっていうところの反響率の違いっていう感じですね。その路面店だとわざわざ売りに行く以外の目的はないんだけど、やっぱ商業施設に入ってると買い物ついでにって感じになるから、ユーザーの行動の中の行くきっかけがやっぱ増えるから、その分反応率が上がるって感じだから。おっしゃる通りだ。なるほどな。じゃあ最後に何か告知ありますか？平成リユース会というものを立ち上げまして、森岡さんにもね、何人か出してもらったりしてるんですけど。あ、もうそれいい。俺平成じゃないから。ギリギリ平成なんで。まあ、小栗さんにもね、一回相談したことある気がしますけど、やっぱりこの業界やっぱ平成世代というか、まあ若い世代がまだまだ少ないなと思って、経営者ではもちろん少ないんですけど、各企業にはきっとネクストリーダーになるような若い人材がいるなと思って、若い経営者の会にしたいわけではなくて、ネクストリーダーの方をですね、ぜひ出してもらって、まあ、そういう層で平成世代で交流できたら、きっとなんかこう、今までとは違うような刺激になるんじゃないか。もちろんその中には、同世代で起業してやってる人もいるっていう、まあ、形ではあるんですけど、そういう人たちだけじゃなくて各企業のネクストリーダーみたいな人が来てくれるような会にしたいなというふうに思ってるので、ぜひですね12月の10日ですかねに、まあ、リアル会としては あるんですけど、まあ、それ来年以降もですねやっていくので、ぜひこれ見てるですね企業の社長さん幹部の皆さんですね、そういう方をぜひ送り込んでいただけると嬉しいなというふうに思っておりますっていう告知でございました。うちも何人か参加させていただくということで、うちなんてねだってもう9割以上平成だからね、まあ、平成の若い世代でも、まあ、ぜひちょっと盛り上げていただいて、ニュース業界良くしていただければいいと思ってますので、はい、引き続きお互い頑張っていきましょう。ということで、伸ばしの佐藤社長にお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。